ビビンバ牛肉ど真ん中。大人気の牛肉ど真ん中の派生商品ですね。米沢駅の駅弁になります。中を開けますと、このような感じです。まさにビビンバ。まさかね、牛肉ど真ん中にビビンババージョンができるとは思いませんでした。ラベル表記ですね。もうね、牛肉ど真ん中は本当にもう大人気商品、売れ筋ナンバーワンですよね。駅弁界の横綱って言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、その人気商品の派生商品を次々と作り続ける、まあ、新杵屋さんの、まあ、経営方針っていうのは、まあ、非常に、まあ、合ってると思いますね。では食べてみましょう。牛肉、まあ、ビビンバ風の牛肉の下は、通常の牛肉ど真ん中の牛肉みたいですね。じゃあ、この韓国風の牛肉から。まあ、たまたまなんでしょうね。ちょっとこうやって、僕が買ったものには筋があって、硬めですね。そしてビビンバご飯。まあね、たまにはいいかなって感じですね。それにしても駅弁でビビンバとかよく作ったよな。何作ってもね、この牛肉ど真ん中シリーズって塩とか味噌とかカレーとかあるんですけども、みんな美味しいんですよ。非常に美味しいんですよ。で、ビビンバってどうなのかなと思ったんですけど、これもね、やっぱりね、美味しいですね。牛肉ど真ん中いくらね、有名で非常に美味しくて、まあ、大人気駅弁と言ってもね、毎回毎回牛肉ど真ん中って飽きちゃいますよね。だったらね、ビビンバがあってもいいですよね。素晴らしい品揃えですね。副菜は今までと同様ですね。で、こちらが、この部分がね、通常版の牛肉ど真ん中のお肉ですね。うまい。安定の美味しさ。ということで、韓国風の味付けにしたビビンバ牛肉ど真ん中でございました。